こんにちは、めいめいひまりよ。こんにちは、かすかべつむぎです。このチャンネルでは競馬の予想をしていきたいと思います。何のレースの予想をするの？今回は阪神ジュベナイルフィリーズについて予想していきます。阪神ジュベナイルフィリーズってどんなレースなの？阪神競馬場開催の芝のレースで 1600m のレースです。2歳馬限定で行われる G1 レースです。2歳馬限定だと何が難しいのかしら？馬ごとの過去のレースデータが少ないので参考にできる情報が少ないですね。そうね、2歳馬だと新馬戦含めて3回しか出走してないものね。今回のレースの特徴は何かしら？阪神競馬場の右回りなので最後の直線が 473m あり、ゴール前には急勾配の坂があります。逃げ馬がバテないか心配ね。あと阪神ジュベナイルフィリーズの過去5年間のレースを見てみると、極端な内枠と外枠は3着以内に入っていないですね。今回はどんな風に予想していくのかしら？参考にするデータが少ないですが、過去の成績をもとに予想していきます。みんな何を参考に予想しているのかしら？謎ですね。よければコメント欄で教えてください。早速出走馬と騎手を確認していきましょう。今回の出走馬と騎手はこのようになっています。18頭出走するのね。どの馬が気になっているの？個人的に気になっているのはこの5頭になります。1番サンティテソーロ、9番リバティアイランド、13番ドゥアイズ、15番ムーンプローブ、18番ラベル。どうしてその馬が気になったのかしら？直近レースの成績といつも走っている距離を参考に考えました。出走する馬の中で勝率が高いのはどの馬かしら？この中だと5番モリアーナ、16番ドゥーラ、17番ウンブライル、18番ラベルは直近2レースで1着になっています。その4頭の成績がいいのね。なんでラベル以外の馬を外したの？モリアーナとドゥーラは馬体重の変化が大きく不安を感じます。ウンブライルは今まで 1400m しか走っていないので、今回の距離延長でどうなるか分かりません。そうなのね。今回選んだ他の馬はどんな理由で選んだのかしら？サンティテソーロは今まで3レース走っていて1着2回、3着1回なので、過去のレースでは全て3着以内に入っています。過去の3レースとも 1600m 以上です。今回のレース以上の距離で走っているので、今回も3着以内に入ると思います。他の3頭も同じ理由ですね。3着内定率が高く、 1600m 以上のレースで結果を残しています。それで言うと3番新緑か、12番リバーラも3着内定率が高いけど、どうして外したの？新緑化は前走が新馬戦で他の馬に比べ出走回数が少ないので外しました。リバーラは前走 1400m、 それ以前は 1200m で、今回の 1600m に比べ短い距離しか走っていないので外しました。そうなのね。予想の理由をまとめるとこんな感じかしら？そうですね、ほぼ3着内定率しか見てないですね。他にも応援している馬がいれば、その馬を選ぶのもいいわね。そうですね、これから見つけていこうと思います。選んだ5頭で買い目を考えるとして、どうしようかしら？正直買い目はその時の気分とオッズで決めてます。3連単狙いたいけど、正直当たる気がしないから3連複にします。ボックスで買うのね。私は3連単狙ってみようかしら。リバティアイランドとラベルを1着にして2、3着は他の馬で全通りにします。あとは当日のオッズで購入金額を決めていきます。買い目はよくわからないから、上手な人に教えてほしいですね。レースが楽しみね。ところで当日に行われる香港国際競争の予想はしないのかしら？日本の馬でさえよくわからないのに、海外の馬の予想なんてできるわけないじゃないですか。では今回の動画はこの辺にしようかしら。そうですね、当たるといいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。